こんにちは、Fスターの丸山です。今回ですね、下山のマヒトゥーザピーポー初監督作品、アイアイ見てまいりましたんで、こちらのネタバレありレビューやっていこうと思います。かなり時間空いちゃいましたね、公開から。はい、見に行けるなっていうねタイミングになったらね、チケットが売り切れてるっていうことが続出しまして、公開関数もね徐々に増えてきたってところで、やっと見ることができましたという感じでございます。いや、これさ、みんなどうでした？どうでした？何を持って帰ってきました？っていうところをコメントで教えてほしいなと思っております。これ映画と呼んでいいのかっていうところもありますね。はい、っていうところもあったりして、思ってた以上の映画だったんで、かなりそういうところも含めつつね、話していこうと思います。で、ファンではあるんですよ、下山のね。はい、なんですけど、映画自体が好きだっていうところもねあるんでね、僕は。はい、なので、まあファンではありつつも、映画自体はフラットに見ようかなという気持ちで見てきましたというところで、もう忖度なしで、はい、まあ、ぶっちゃけた感想というところを話していこうと思います。はい、まあ、忖度したところでね、総合的にプラスにならないと思うんで、はい、そういうところは、はい、正直に話していこうと思います。初感で、頭にいろいろと話しまして、で、今作のテーマであった、まあ、境界線というところも、まあ、話してみまして、で、最後に、賛否両論というかね、まあ、いろいろ皆さん思うところが、それぞれあるラストについても話していこうかなと思っております。はい、それじゃあやっていきましょう。まず初感っていうところなんですけども、まあまあさっきも言いましたけど、映画ではないんじゃないかなという感じがしました。でも映画なんだよなっていうのもあるっていうね、このかなり曖昧な作品になってたなと全体的にね、思いましたね。はい、っていうのもなんでしょうね、まあもともとね、最初の座組的にカメラマンがね、今回サナイさんがやってまして、スチールというか写真家の人なんで、長編映画の、撮影というところは初であると。そしてね、あの監督の真人もね、脚本監督、あと音楽もやってますね今回。はい、っていうところで、長編映画の監督というところも初であるというところで、まあそもそも普通の映画を撮る気はないんだろうなっていうのは、多分皆さんね、見る前から分かってたと思うんですけども、思ったより、あ、普通じゃないなっていう感じでしたね。っていうか、まあ、映画の文法で撮ろうとしてないですね、もはやね。だから普通の映画だと、まあ、ストーリーをしっかり、整合性を合わせて、でさらになるべくセリフじゃなくて、映像でね見せていくっていうところと、まあアート映画の中でもその見やすさとアート性ってところはかなりバランスを考えてると思うんですけども、今回はもうそういうところを全部ゼロから、手探りでやるというところでしたね。はい、それもがかなり今作の特徴の一つだったかなと思いますね。撮影はね、めちゃくちゃ良かったんじゃないかなと思います。この撮影の力によって結構見れる作品になってた部分も多かったかなと思ってまして、やっぱサナイさんね、まあ風景の切り取り方かな、そこがめちゃくちゃうまかったなぁと。まずね、やっぱ写真家の人だなぁと思ったりしましたね。やっぱ外の、特に今回海のシーンがね多かったんですけど、やっぱね海の撮り方というか構図としてね、バギッと決まってたんじゃないかなと思いましたね。いわゆるこうジンバルっていうやつですね、歩いてるシーンをこう追っていくときにヌルヌル動くようなワークみたいなものはしなかったっていうところ、これがすごく良かったんじゃないかなと思いました。うん、結構ねパンする時もかなりガタガタさせるというかガタガタするんですよ。まあ人物を引っ張る、こうカメラが後ずさりしながら人物をこう引っ張って撮っていくっていうシーンも、結構ガタガタ手ぶれ感があって、今作のコンセプトってところにめちゃめちゃシンクロしてたんじゃないかなというところ、だからドキュメンタリックに撮るっていうところがめちゃめちゃ効いてたんじゃないかなと思いましたね。特に序盤の方とかは、これ何を見てんのかなっていうのを、まあちょいちょい思いましたね。はい、正直なところ。はい。ただ、中盤以降は結構なんか、この映画自体をつかめてきた気がしてて、なんか映画を見てるっていうよりは、歌詞をそのまま見てるっていう感じに近いかなと思いました。下山の歌詞をそのまま映像になって見てると。まあストーリー的なところは、正直あまりつかめないんですよね。そこも曖昧にしてるなというところで、あとは、なんでしょう。まあ普通の映画だと、もうちょっとね、登場人物に感情移入できるようにしていくと思うんですよね。登場人物がいろんな目にあって、こう、どう心が変化していくのかってところで共感させて、感情移入させていくと
いうものがあると思うんですけども、そこも今回めちゃくちゃ取っ払ってますね。ほぼ主役と言っていいでしょうね。このヒーニーこと、森山未来なんですけども、この人が一見して強人というか悪く言うと強人というか、めちゃめちゃ感覚の人なんですよね。もうほとんど共感する部分がないんですよ。まあ、登場人物のバンドメンバーってところも、まあ、バックボーンが、まあ、ほぼ描かれないんでねっていうところで、そこも感情移入しづらいというところがあって、じゃあどうやって見ればいいんだろうっていうのを、まあ、考えてたんですけど、見ながらね、真人自身に感情移入できるかどうか、監督に感情移入できるかどうかってところで、この作品をどう見るかってところがかなり変わってくるんじゃないかなと思いましたね。まあそういうところを考えると、やっぱりそのある程度監督というか、下山がどういうバンドでどういうメッセージ性を持って活動しているのかってところをある程度知っておかないと、独りよがりな映像を見させられてるように見えちゃうかなというところも感じはしましたね。話の流れっていうところも、かなり、まあなんでしょうね、ぶつ切り感があるんですよね。これは、まあ、この座組で撮ったからこういう感じなんだろうなっていうのは、まあなんとなく最初に思ってたんですけど、ずっとシーンが飛ぶんですよね。シーンで終わってシーンが次のシーンに行って、でまた次のシーンっていう、このある種三分というかね、まあそういうところも歌詞っぽい、歌詞もこうブロックごとに繋がってたり繋がってなかったりするじゃないですかっていうところを考えると、まあ話の構成自体もあまり繋がりを気にしないで、そういった感覚的にね並べていくというところで、かなり歌詞っぽいシーンのつながりだったかなと思ってます。この作品自体が結構真人の記憶というか、真人のそのヒーニーの周りで起こっていたことに関する想像と記憶ってところをそのままこうつなげていってるので、真人の頭の中をこう見てる、真人が持ってる記憶をこう巡っていってるような映画かなという印象でございました。だからそう考えた時にですね、やっぱ映画じゃないんじゃないかなって思ったんですよね。かなりドキュメントに近い。さっきの撮影のところでも言ったけど、撮影自体もドキュメントっぽく、ドキュメンタリックに撮ってる、生々しく撮ってるし、話のつながりっていうところもかなりぶつ切り感があるんで、やっぱ真人の頭の中をこう見て、その記憶を追体験させられてるっていうね、感覚になっていくような映画でしたね。で、この作品ね、境界線っていうね、キーワードがずっと出てたんですけど、ね、あのね、新井秀樹さんの絵本の中でもね、境界線をなくそうっていうね、そこで言ってる通りなんですけど、まあ、境界線を、いろんなものの境界線をなくして、こう、混ぜこぜにする映画だったっていうところがあったなと思ってまして、やっぱね、空と海の境界線ってところもあったし、あと生と死ってところ、これも、まあ、最後の方にはね、こう、かなり混ぜこぜになってた。というか、まあ、死んだからといっていないわけでもないっていうところで、まあ、生と死がねこう曖昧になっているっていうところと、劇中では言ってないけどね、国境っていうところも、まあ、線引きっていうところ、境界線っていうところがあると、あとまあ人種のところも、まあ、線引きして、まあ、それによって戦争が起きる、もう冒頭の部分で下山がバックバンドで弾いてて森山未来が歌うシーンがあって、ここでもう結構すでに境界線がないんですよね。このシーンを見るとね、劇映画なのかドキュメントなのかわかんないんですよ、はい、この時点で。で、さらにね、ドキュメンタリックに撮ってるし、ストーリー的なところも、かなり曖昧にしてるんで、ドラマなのか、ドキュメントなのかってところもかなり、そこの境界線もね曖昧にしているってところで、映画なのか何なのかってところの境界線も、曖昧にしてますよねっていうのもあったし、でやっぱ最後ラストの部分ですね、ここでスクリーンと観客っていうところの、境界線もなくしていくというところがありましたね。僕たちがいる現実っていうところと映画の中っていう虚構のそこの線引きもなくしていくっていうね、いろんなものを混ぜこぜにしてカオスにしていくっていうところを考えると、やっぱ下山だし真人の映画なんだなってめちゃくちゃ思いましたね。混ぜこぜにいろんなものを取り入れてムカつくこともあるだろうし、もう納得できないこといろいろありますけど、そういうものを全部ひっくるめて、生きていくというね、最終的なメッセージなのかなというふうに思いましたね。若干賛否両論あるラストの話なんですけども、最後ね、まさかのあの第4の壁越えてくるっていうね、手法をやってきましたけど、観客の方に直接問いかけてくるというところでしたね。この演出は正直禁じ手だと思うんですよね。はい、個人的にはね、
禁じ手なんだけども、まあ、真人らしいなとも思うし、正直僕ここでね泣いちゃったんですよね。なんかわかんないけどね、これをやるためにこの2時間あったんだなって思えたんですよね。僕は禁じ手なのは禁じ手だと思うんで、ここでああダメだわって思う人がいるのもわかりますね。めちゃくちゃ劇映画だから一応ね、映画の中でストーリーとして落として欲しかったっていう人のね気持ちもねすごいわかりますね。正直映画だから言葉じゃなくて映像でね見せて最後終わって欲しかったっていう人のね気持ちもすごくわかりますね。はい、映画だからそれは映画見に来てるから、映画で終わらせてほしいっていうのはわかるんですよ。ただね僕がこの映画に期待してた部分、ってところがこの最後のラストシーンにすごく込められてて、この演出とこのシーンがあってたことによって僕は結構納得できたというか、真人の断片的な記憶をその羅列を見てる、その時思った感情が詰め込まれてますと、はい、でそれを思った時にいろんなもの全部ひっくるめて、それでもまだ生きていくと、まあ、死んだ人の気持ちも背負っていく、この映画が言ってるのは死んでるけど死んでないっていうね、感覚ですけど、過ぎ去った人、今いる人全部ひっくるめて自分だしまだ生きていく、まだ生きていけるというねメッセージが込められてて、もうほんと感覚の映画なんで、こう感覚としてこうなんか受け取っちゃったというかやっぱ真人は言葉の人だから詩的なセリフっていうのがめちゃくちゃ出てくるんですけど、まあ最初はね、やっぱ真人の脚本の映画だなぁと思ったりしたんですけど、その詩的なセリフに慣れてきた中盤あたりっていうのが、まあ、そこまで引き込まれなかったんですけど、ただ最後の部分で真人の持ってる言葉と映画ってものがやっとここでうまく結びついたのがラストだったかなと思いましたね。うん、僕はここ結構好きですね。まあ、禁じ手なのは重々承知ですが、はい、僕は好きなシーンでございました。正直映画としてはこれが映画なのかどうかってところもあるし、ストーリーも若干見えづらいし、まあ映画の作りとしては、まあ、普通じゃないんですよね。これは何なんだって思うんですよね。なんですけど、普通に映画としてこうなんか成立しててもそれってこの真人が撮る必要あんのかなっていうところもやっぱ思うしね、っていうところを考えるとね、まあ真人らしさは出てるからね。もう今作ねかなり詩的な映画だったんで、次映画やるとしたらもうちょっとこのね大衆性とアート性のバランスってところがもうちょっと計算された作品になると思うんでね、そうなった時どういうバランスの映画になるのかってところは気になります。よければコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。で概要欄の方にねいろいろ貼っておりますんで、よければ見ていただきたいなと思ってます。それじゃあまた。